ている真っ黒い怖い食べ物を今回は食べてみたいと思います。それではレッツゴー。これ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 なんですよ、この謎の卵。いや、なんでこんな黒いわけ。多分これに入れるから入れたいと思います。今回は一つ買ってみたいと思います。どうした？待って、これめっちゃ入ってない？怖い、めっちゃ底が深い。めっちゃ入ってる。どれ、これやばくない？見てください、これ。もう中身が飛び出ちゃってる。これにします。これ入れてみます。お、ポット、ホット。北海道みたい。10元で買いました。これはすごいいいんだよ。行きましょう。それでは早速食べてみたいと思います。これまずどうやって食べるの？うわ、やばいんですけど。うわ。やばくない？肉も減った？割れちゃった。やばくない？色やばい。じゃあいただきたいと思います。うまっ。色やばいと思うじゃん。なんかもう本当につゆだしめちゃめちゃ染み込んでてすっごい美味しい。もうただのゆで卵より私はこっちのゆで卵の方が断然好きです。すごい味が染み込んでて、しかもちゃんと白身もう全てにちゃんと染み込んでんの。まあ、ドス黒いっちゃドス黒いけど、それが本当に美味しいことを確信した。はい、ということでドス黒い卵の正体はめちゃめちゃ美味しい熱な卵でした。皆さんもぜひ台湾に来た際は躊躇せずに食べてみてください。本当に美味しいです。ちなみにお値段は10元だったので日本円だったら約35円ぐらい。めちゃめちゃリーズナブル。皆さんもぜひ食べてみてください。それでは以上、はるぴでした。バイバーイ。